ごきげんよう、山口あゆきです。今日は、異国の丘を歌いたいと思います。この曲はね、皆さんもご存知だと思うんですけど、シベリア抑留の、兵士の方々の間でよく歌われていた歌です。シベリア抑留っていうのは第二次世界大戦の終戦後に兵隊さんだったりとか、まあ、一般の方もソ連に連行されてすごい大変な、強制労働をさせられたということがありました。で、日本ではない土地で大変なお仕事をさせられて、食事も水もろくに取れない状況で、まあ、明日どうなっているのか、ちゃんと生きていられるのかっていう気持ちの中でですね、みんなで励まし合ってね、支え合ってこう労働をされていたそうなんです。その中でこう士気を上げるためにも歌われていたというふうに言われているんですけど、本当に過酷な状況で過ごされていたんだろうなと思います。日本に帰るまでは死ねないっていう思いがひしひしとこの異国の丘の歌詞から伝わってくるなと思います。こういったことがあったっていうことをですね、音楽を通して皆さんにお届けできたらいいなと思います。それでは聴いていただきたいと思います。